アナキンだ。ついにチャンピオンマッチ決勝戦が来た。ダンデさんとの勝負になるだろう。さあ行くぞ。これでいけるのかな。シュートシティ専門の空飛ぶタクシーさ、どこに行きたい。それじゃあシュートスタジアムへお願いします。オッケー行こうぜ。アーマーか。さあレッツゴー。アナキナ君行くよ。オッケー到着だ。また声をかけてくれよ。ありがとうございます。いよいよだな。来たぜアナキナだって。いよいよ決着。どうしようドキドキする。応援してるぞ。どっちも負けるな。いやありがとうみんな、ありがとう。俺が一番ドキドキしてるさ。最強最高素敵アナキナサインサインください。いやいや本当後でね、後でね。優勝したらあげるよ。優勝できたらねいいんだけど。さあ来たぞフレフレアナキナ。うわすごいな、やばいね。めっちゃ応援してくれてますね皆さん、ありがとう。チャンピオンとの決勝戦、チャンピオンマッチですね。ダンデさんに挑まれますか。もちろん挑みます。そのために来ました。勝ちますよ。ではユニフォームに着替え、バトルコートへお迎えください。行くぞ。これが本当の最終バトル。来た、本当に来た。ダンデ我らのチャンピオン。アナケナアナケナってめっちゃ言ってるぞ。どっちがどっちだ。やっちまえチャンピオン、負けるなアナケナ。いやどっちが勝つんだ本当に。来たぞダンデさん。あんなことがあったけど3日経ちましたけどね。ローズ委員長には本当やられましたが、なんとか来ましたねこの日を迎えることが。ダンデさん、アナケナすごい人だ。俺の試合はいつも満員になる。だがスタジアムのみんながこれほど熱狂しているのは初めてだ。みんなが3日前のアナケナの大活躍、無限ダイナを捉えガラル地方の未来を守ったことを知っているからな。伝説のポケモンザシアンとザ・マゼンタと共に戦った英雄、俺の無敗記録を伸ばすのにもってこいのチャレンジャーだぜ。無敗記録を伸ばす、もしかしたらここで終わるかもしれませんよダンデさん。最強のチャレンジャーの強さを引き出した上で圧倒的に叩き潰してこそチャンピオンの強さが際立つ。すごいな、すごい顔ですごいこと言ってるな。冷静すぎる。さあアナケナ、ガラル地方の歴史に残る、いやガラルの未来を変える最高の決勝戦にするぜ。チャンピオンタイムを楽しめ。いきますよダンデさん、僕だって負けません。いよいよ来たぜ、全力でいく。さあかけてこいアナキナ、このチャンピオンタイム絶対勝つから。行けギルガルダ、行けエスパン。よしパワーが溜まった。観客を熱狂させるのもチャンピオンが果たすべき役割。行くぞエスパン。相手はギルガルド、火炎ボールでどうだ。手を抜かない、一気に行けエスパン。よしいいぞ、効果抜群、効果抜群、君たちなら当然の攻撃だ。よしやはり相手は鋼タイプだったんだな。行けモノノクス。うわーすっごいな、見た目怪獣やばい。こっちの効果ありがなさすぎる。飛び跳ねるか。よし飛び跳ねるんだエスパン、先に行けばこっちの攻撃を与えるまでに当たって、当たらない、あっちの攻撃当たらない。いいぞエスパン、さあ降りてこい。よし負けてる、あとは二度蹴りで倒しきれるか。いいぞエスパン、よしエスパン戻れ、そして行くんだルカリオ、頼んだぜインテリオン、行け。危ない危ない、あれで S 番はまずいな。何が効くんだ、インファイトで一気にいけレカリア。よしわインテリオン撃破、ドラパルト行くんだ。ドラゴン系か、ドラゴン系にはドラゴン系の技が効くんだ。いけルカリオ U の波動、
しゃー、効果抜群。いいぞ、やるね花篠くん。さあ行け、アリコール。氷系か、氷系だと。よし、もうここはインファイトで一気に軍隊のカリオ、手を抜くんじゃないぞ。いいぞルカリオ、刺激撃破。やるね花篠くん。行け、エスパ。まだまだチャンピオンタイムは終わらない、終わらせない。さあ行け、リザード。来たな、リザード。ダンデさんの最強のポケモン、炎系リザード。そして俺も炎系のポケモン、エスバーンだ。どっちの炎系が強いか、決着の時ですよ。もちろん相手はダイマックスしてくるに違いない。そしてこっちもダイマックスだ。ダイジェットで行く。頼んだぜエスバーン、炎対炎、負けるわけにはいかない。リザードを倒してこそらチャンピオンだ。そしてこっちも炎系でいくという無謀な戦いかもしれないが、負けないぞ。いいぞエスバーン、リザードンの本気を見せよう。巨大マックスタイムだ。さあ行くぞリザードン、巨大マックスになって暴れてこい。巨大マックス、姿が変わった。さすがダンデさん、一筋縄ではいかなさそうだな。しかしこの系同士だ。ケッダイジェット、うわー、さすがリザードン。大ロック耐えれるか、エースバーン。よし、いけるぞ。効果抜群、効果抜群を狙い勝利を手繰り寄せる。効果抜群とはいえ、こっちの炎系の攻撃だって当たるに決まってる。いけ、どうだ、あと一撃か。ダイロック来るぞ、エースバン。さあ来た、大丈夫かエースバン。リザードはもうすぐだ。だけどダンデさん、僕にはもっと驚くべき、びっくりするポケモンがいるんです。なんだそれは、アナキナ君、何をもったいぶっている。エースバン戻れ。そしてとってもびっくりするポケモンを、僕は本気を出している。最後に見せてあげましょう、これが僕のチャンピオンタイムだ。ザシアン色違い。さあ行け、回復薬だ。これで一からやりなしだぞ。やりますね、さすが。しかしダイマックスは終わったみたいですね。さあこっちのポケモンはザシアンの色違いですよ。このポケモンがどれだけレアかわかりますか。さあ行くんだ、ザシアン巨獣山。これでも食らってください。よっしゃー、ゴリ押し、リザードンを倒した。やったー、いい戦いだった。チャンピオンタイムイズオーバー、最高の試合にありがとうだ。アナケナ君おめでとう。無敵のチャンピオンを倒した君が新しいチャンピオンだ。君という素晴らしすぎるポケモントレーナー、心の底から褒めたたえる。やった、僕がチャンピオンに。君が強くなった今、俺も未来のことを考えよう。未来につながる今を俺たち大人もより良くする。さあアナケナ、これからも自分自身とパートナーのポケモンを信じて突き進め、自分たちが望む明るい未来を作るために。ガラルのみんな、今ここに新しい伝説が生まれた。アナキナ。
ごい力を持つものならどんな未来でも描けるだろう。アナケナーが見せてくれる未来にみんなで楽しみにしようぜ。ポケットモンスターシールド。まさか俺が本当にチャンピオンになれるとはな。いやー、今までの長い道のりが今まさに報われたって感じだ。楽しいチャンピオンバトルだった。俺はチャンピオンになったからポケモンが終わるわけじゃない。チャンピオンになったからこそ今から始まるポケモンの物語がまだまだ続くってわけだよ。楽しみがいっぱいある。まだまだワクワクすることがいっぱい待ってるんだ。このガラル地方の奥にはありがとう。みんなこれからも応援よろしく。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。他のアナケナも見てね。バイバイ。アナケナ。